どうもカバです。アークサバイバルエボルブド実況をやっていきたいと思います。前回本当はやりたかったのがここのね島の、北の方ですね。向こう側かな。そっちの方にちょっと探検してみようかっつって、それやろうとしたところでアルファラプトルと戦いに巻き込まれちゃったんで、今回こそ、島の中探索をしていきたいと思う。まずは空から行きます。で、空から行ってめぼしいところ見つけたら、その次は、地上からナスとか連れて行った方がいいかな。そんな感じで行きましょう。よしよしよし。高体温だって。暑いんだって。脱ごう脱ごう。はい。すべてを解放。いいですね。足がパンパンです。なんかなかった。なんだあれ。丸いのが見えないなんか。ドーム型の岩っぽいの見えるな。つか、向こうあれ雪山ですね、あれ。雪かぶってるよね。雪化粧。わー、なんかすごいな。これはなんかすごいな。雪ですね。つか、恐竜雪って大丈夫なのか。お前ら変温動物じゃないのか。あ、さっき見えたドーム型のってあそこか。あの岩か。あれがドームに見えたんだな、俺。おー、飛んでる飛んでる。襲われないかな。おー、なんか戦ってる。何ですか？なんだろうあれ。尖ってますね。はー、なんか向こうでもなんかやってんな。なんだあれ。なんかやってるぞ。見に行こうぜ。観光。待って、なんか鳥が戦ってる？やべえ鳥いるよね。あ、ちょ、これ危険だな。待って、ごめんなさい。すいませんでした。やめとこう。あれに近づくなって。俺の勘がそう言っている。つか、なんかそこに、なんかない？これ水晶じゃない？これ水晶じゃん、絶対。なんか来た！なんか来た！ほえー！肉食獣いるじゃん！ジャガっぽいやつ。ちょい。やーめてー。なんか俺負傷してるけど。え、なんか真相じゃ、待って、死ぬ！ちょっと待って、気づいたら死ぬんだけど、俺。体力ゼロになっちゃったけど。なんで、あ、寒さで体力って減るんだっけ？あ、雪山だからってこと？マジか！それは、知らんかった。はい、じゃあ、終了ということでね、ここで、皆さんとお別れしたいと思います。もうだって見えるみんな体力ゼロだもんね、俺ね。ゲームを再開した瞬間、ゲームは再開するけど、俺の人生は終了する。マジか！じゃあ、あれか、あったかい装備を作って持ってかなきゃいけない感じか？これ。毛皮系のやつですね。毛皮の鎧、レギンス、帽子、コテ、ブーツ。さあ、これらが必要な材料は何かというと、毛皮。ん？毛皮？髪の毛？羊毛？どこで手に入るの？そして説明、モフモフやぞ。いいね、モフモフ。どっち、なあ、どうしようかな。確かに雪山の方が毛皮が多そうだよな。でも雪山にこの、なんだろう、いくらナスが強くてもだよ。これでいけるかって言うときついよな。雪山の方じゃなくて、もうちょっと、中の方行きますか。内陸側。ね、北北東。なんかいるなー。またディロホじゃないの？ディロホはいらないんですよ。なになんの声？あー、来た。どうも。はい、どうも。はい。はいよ。どうもー。君は何？オビラプトル。あ、こいつはいいやつだっけ。うわー、入りたくねー。絶対ピラニアいるじゃん。
超入りたくない。いった！ああ！ユタラプトルだ！まだいる！まだいた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 ！ああ！やめなさい！やめなさい！ああ、だだ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 。ああ、もう今日は、つえ！なぎ倒したね。え、なになに？なんかやべえのいない？あれやばそうだな。あれやばそうだな。あれ危険だな。怖い怖い怖い。ちょっと待って。すげえのいたぞ、今。あ、今度こそ怪我を持ってそうなやついない？こいつは怪我を持ってるでしょう。これは怪我、いった。またお前か。え？うわ、暴れてる暴れてる暴れてる。おー、ちょ、いっぱいいる。とてもやばそう。あ、待って。あいつ死んだ。死んでるところ行ったら、怪我は取れねえかな。おお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 。怪我は欲しいだけなの。ダメだ。皮と生肉だけだ。怪我がない。カエル！お前、な、なになに？おー、すげえ！ビュンビュンしてくる。いった！あ、気絶せずに増加してる！ベールゼブフォー。あー、僕気絶します、皆さん。ありがとうございます。あ、ちょ。じわじわ襲われるのやめてくんないっすかね。やめてくんないっすかね。うわ、すげえナス超強え。すげえな。ヘビ来た！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 あー、来てる来てる来てる。あ、気絶した？倒した？あ、気絶してる！北のボア！こいつ、こいつはテイムできないんだな。できなさそうだね、テイムね。こいつはもうやりましょう。やっちゃいましょう。倒した？倒したね。よし。ああ。なんかいっぱいいろいろ持ってっけど。犠牲者か？いたのか？怖えわ、ここ。マジで。ちょっとあれかな？沼地やばいな。まだ、雪の方が良くない？これ。あのね、視界が全然ないのがやばいわ。知らんうちに、やばい敵とすごく近くまで、はーい！ヘビいっぱい！テリーチのどうしよっかなぁ。いった！テリーチの2体いたら、強いかなぁ。いやぁ、全然見えないね。いけるかな？当たった。当たってる。残念。あ、いっぱいいるやん、テリジノ。すごいな。あ、かわいいな、お前ら。はいはい。はいはい、順番、順番ね。当たらなかった。クソ、逃げていくな。あ、いるぞ、テリジノ。どっかへ救出してる。どこだ？向こうだ！よっしゃ！はいはい。よーし。ベリーはこれでいいような気がするけどな。あとは、ナルコベリーだけを、ちょっとあれ、動けなくなっちゃった。ちょっと待って。あれ、こういうことある？動けないんだけど、俺これ。おい、動けないんだけど。やばい、これちょっとやばいぞ。これどうにかなんないかな。お、なんか戦ってる戦ってる。なんかやべえのいない、あそこ。なんかやべえのいるぞ、あそこ。ちょっと俺これ、マジで逃げれないんだけど。これどうすればいいの？嘘でしょ？なんか、なに？怒ってんじゃん！レックスじゃないですかね！レックスですね！ちょ、あ、やった！ありがとう！おい！ダメダメダメ！ナス逃げる！ナス逃げる！ナス逃げるぞ！ナス！ちょ！レックスにレックス！レックス！いかーん！ナスが殺される！
ガス逃げろ逃げろ。倒してるティラノサウルス。え？なぜ強すぎんか。ちょ待って、とりあえず先にまず何はともあれ、あ、そうか、ティラノに食べられちゃったんだ、テイム中のテリジノ。マジかお前、倒したんだけど。ナス強くない？こんないっぱいいろいろいらないんだけどな、生肉。え、ナスクソ強くない？君、あ、さすがにでも体力やばかったね。うわー、ティラノサウルスの腕だ、すげー。ナスすごいね、アルファラプトル倒してティラノサウルス倒して、ちょっとお前本当に俺は大事にしたい、お前のこと。ああ、よかった。ああ、生きて帰ってこれた。お、なんだあれ。何あいつ。ほら。あ、ダメだな。早っ！くっそ早いんだけど。早っ！超早いぞ、あいつ。なんだ、愉快なやつだな。いや、いいや。やめとこう、やめとこう。あいつはなんかトラップとかにかけないと、きつい気がする。雪山行こう、雪山。雪山近くまで行きましょう。雪山の近くまで行けば、毛皮を持つ何かしらがいるんじゃないでしょうか。いませんかね。いると嬉しいな。やばい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 のいる。ああ、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 なんかやってるやってるやってる。ちょっと見に行きたい。トリケラトプスか。うわー強い、くっそ強い。そう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 、森の奥まで行け。絶対来んなよ。来た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 、逃げろ逃げろ逃げろ。なんかあれだよね、トラップ仕掛けてテイムする？生け捕る？なんか四角い箱を作って、木のスロープでね、その箱の中にこう誘い込んであげるみたいな。そんなんで確か行けなかったっけ。この辺りに作ればいいんじゃないの。とりあえず木の、木でいいかな。木でもそんな簡単に壊れないでしょって思ってんだけど。1二、三、四。これか、木のドア枠。はい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 。ああ、確かいっぱい作れるね。これ8個。ナスをちょっと、そうだね、どうにかしたいなーとは思うんだけども。こっから、捨てて帰るの大変だな。しょうがない。ちょっと時間かけて、拠点に返してやるか。はい。よかったよかった。とりあえずナス、君はお帰り、ただいま。はい、ステイ、オッケー。じゃあ行くからね、飼い主の私は一人で頑張って行くので、あとはよろしく頼んだ。おう、テリちゃん、テリちゃん怖い。今襲われたひとたまりもない。おい、おい、おい、あ、待って。ユタラプトルいるな、あそこに。ユタラプトルいいな。ユタラプトル欲しいな。次から次と目移りする。あ、あ、あ、ちょっと待って。ユタラプトルじゃないや。テリちゃんいた、テリちゃん。待って。やばい。やばい、死ぬ死ぬ死ぬ。ちょっと一回、荷物、荷物を、いた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 、お願いします、ありがとうござい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 ます、本当にありがとうございます。ほら、はいはい、いいぞいいぞ。
これはナス勝てるでしょ、全然。うん、よし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 。いいですね。オッケー。あとは大丈夫かな。あともいないな。うん、とりあえず高さ3にはしました。あとは、スロープか。スロープで、わーって逃げながら俺が餌になって、スロープで登って誘い込んで、この中に落ちる。で、ティラノも中に落ちる。でも俺だけはこっから抜けられると。こうか。こういうことね。っていうか、レベルが上がったんすよ。これで、あれだね。テリジノのサドルが多分作れるんですよ。やったー、やっといける。金属インゴット55個か。やっと作れるぞ、テリジノのサドル。嬉しい。超早そうだけど、呼び込むにもちょっと辛いな。怖いぞ。できるだけ遠距離から撃ちたいね。これは当たる。逃げろ。当たった。逃げろ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 。当たったぞ。怖えー。絶対来てるよね。よし。あー、引っかかって引っかかってる。怖い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 。絶対来てるよね。え、全然来てないわ。あ、なんか向こうでやってる。あそこで戦ってるな。遅いけど来てる。うわあ、怖えー。来たー。おーい。うわあ、ああ怖えー。怖えー。成功。成功した。けどいつ壊れるかわかんないから、ちょっと早くやんないと。怖えー。足りるか、麻酔や。さすがに足りるか。あれ、あ、こっち向いた。怖っ。え、死にませんよね、オタク。大丈夫ですよね。なんか急におとなしくなったな。どうしたどうした。あー、怖い。あ、やった。よし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 。肉肉肉肉入れろ、肉入れろ。テームどんぐらいかかるんだろう、これ。えらいかかりそうじゃない。あー、すごい。超ドキドキした。すっごいドキドキした。あー、気絶度全然大丈夫だね。あとは他の外敵から守りきりさえすればいけますね、これは。わーおー、すごいね、はぁ。どうしようかな。手持ち無沙汰になっちゃったなぁ。あんまりこっから離れたくない気持ちもある。ディプロドックスでも狩るか。こいつ邪魔なんだよなぁ、基本。あぁ、こっちから、あっちから襲ってきやがった。許すまじ。ちょ、ボヨーン、いかん。海の中はダメ、死ぬ。よし、オッケー。いたりいたりいたりいたれ。これ体力だけあるからな。霜降り肉のことをディプロドクスっていうのやめな。いや、でも強いナス。ディプロドクス体力すげえあるのに、あっさりやりましたね。霜降りお肉、お肉、皮&お肉。生肉たっぷり。はい、数量限定霜降り肉。どうぞ、お召し上げください。美味しいですよー。多分、知らんけど。お！すごい！あっという間だ！霜降り肉あげたからか。早かったね、最後。すっごい。さあ、名前つけましょう！お前の名前は、ハバネロだ！さあ！おいで！ハバネロ！うわー！すげー！これはすごい。うわ、すごい足音。うわやば。方向ってあったっけ、これ何これ。
方向するか。やばい。うわ、体力2400か。スタミナは低めだね。1000いかない。近接攻撃力 263%。体力上げとこうかな。はい。失礼しまーす。せい！いったー！はぁ、あっという間。あっという間、あらら食べちゃった。食べますね、普通にね。前足ちっちゃいな。かわいいな。あー、でもナスの方がかわいいよ。大丈夫。よーし！これは、今回大収穫だね。まあね、もともとは、島を探索しようっつって、雪山の方行ってね、投資しましたけど。投資だもんな。はい。なのでちょっとね、毛皮の装備を手に入れなきゃいけないなっていうところなんですけれどもね、今回、一個、大きなお土産ができました。ティラノサウルスのハバネロくんです。これはすごい。目がどうも、レベル41だよ。やばいでしょ。こいつを連れて行けば、雪山近くで毛皮狩りはできそうだよね。はい。ではまた次回やっていきましょう。よければチャンネル登録をお願いします。またこの配信が面白かったら高評価ボタンを押してもらえると嬉しいです。ではまた次回の実況でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ！